出玉率とはメダルを入れた枚数に対して何枚メダルが戻ってくるかの目安を表したものです。何枚のメダルが戻ってくるかは購入した枚数に対し出玉率を掛け合わせることで算出できます。キングハナハナの設定6を例に考えてみましょう。設定6の出玉率は 110% なので、この出玉率 110% を投入した枚数と掛け合わせます。キングハナハナの設定6を1000枚分遊戯した場合は1000枚 ×110% で1100枚の払い出しとなります。払い出し枚数から投入した1000枚を引いた100枚が獲得期待枚数という計算になります。実際に獲得期待枚数が知りたいときはこの式を参考に計算してみてください。ただしあくまでも獲得期待枚数の目安なので、特に短時間の遊戯では上振れ下振れの可能性も頭に入れておきましょう。